平成22年4月24日、阿蘇田園空間博物館主催の阿蘇塩サルコーが開催されました。今回は名水の里と美味しい水、手野地区を訪れました。名水の里手野は田園風景が広がり、各所から水の湧き出る美しい集落です。手野名水会の皆さんの案内で、4人の神様を祀る国造神社や神代倉古墳、神秘に満ちたタルタンの滝を見たり、集落内に湧き出る美味しい水などを楽しみました。おはようございます。おはようございます。今日はですね、昨日、一昨日から非常に激しい雨が降りましたけど、今日も皆様のおかげでですね、このような良い天気になりました。阿蘇神社の子供様をお祭りする神社でございまして、阿蘇の国造、役職名ですが阿蘇の国の都の初代がここの神様、阿蘇神社の主祭神である、武井渡すの御事様の子供さんを主祭神としてお祭りしています。その他家族の4名をお祭りする神社で、阿蘇国造、国造神社というふうに言っております。でここの何が特徴があるかというとですね、結構大きな石が3面にあるんですね。真正面も右左ですね。これ1枚石なんですけどね、はい、これをこの大きな石をどこから探ってきたのと今考えるとですね、ちょっと想像つかないような感じと、この天井見ていただく、散策途中に風宮神社に立ち寄り、その後は古くから残る石畳を去るき、途中で民家の庭先の美味しい湧水をいただきながらタルタンの滝へ向かいました。この神秘的なタルタンの滝では昭和30年代後半までは神社が修行していたとのことです。最高の美味しいです。お茶どうぞ。この名水会というメンバーができております。でこの枠戸石のあのあそこに、まあ後で見ていただくと思いますが、あそこの枠戸石にカエルに似たちょっと岩があるんですね。であれがちょっと昔の岩はカエルですね。やっぱ向こうにも地元の言葉方言で枠戸、枠戸石いますもんね。で枠戸石のあそこあって、なんでかというとその枠戸石の下の方にですね、もうちょっとこう大きな災害があってからここにダムを延命ができましたので、水のせせらぎの聞こえる山あいでお昼はお袋会による美味しい郷土料理をいただき、まるでふるさとに帰ってきたような温かな時間を過ごすことができました。やっぱり手のはもう名水なんで、もう他にですね、いろんな滝とかいろんなとこ回って、またあの手ののですね、水の不思議さというか、それが分かったので、大変良かったですよ。